美術史美術館はオーストリア・ウィーンにある美術館。美術史博物館とも呼ばれる。古代から19世紀に至るヨーロッパ各地の美術品を収蔵している。自然史博物館と対になる施設として建てられ、1891年に開館。現在は組織上ウィーン大学の一部局である。ルネサンスとバロックを中心とする絵画コレクションは、ヨーロッパ屈指の質と量を誇り、多数の傑作が所蔵されている。コレクションの起源は、マクシミリアン一世まで遡ると言われ、以降、歴代君主の収集品が追加され、1659年には、世界初の収蔵品の図版入りカタログも制作された。美術館自体は、フランツ・ヨーゼフ一世の命により、1872年から建設が始まった。建築には、ゴットフリート・ゼンパーが1876年まで、その後を引き継いで、カール・ハーゼナウアが当たり、1881年に完成した。2012年頃改装のために一時閉鎖されていたものの、2013年3月に再オープンした。様式は、ネオルネサンス様式。建物は主に3フロアから構成され、中間階に絵画が展示されている。1階の元に位置する 0.5 階では古代エジプト、古代ギリシア、古代ローマの彫刻等が展示され、上に位置する2階では貨幣コレクションが展示されるなど、博物館としての側面を持ち合わせている。展示室の数は50近い。美術館入り口の中東は 0.5 階から、ドーリア式、イオニア式、コリント式と並ぶ。中間階に展示されている絵画コレクションは、特に、オーストリア・ハプスブルク家が支配した神聖ローマ帝国と歴史的関係の深かったイタリア、フランドル、ドイツのルネサンス・バロック絵画の収集が結出している。このコレクションの礎を築いたのはルドルフ2世である。叔父であったスペイン・ハプスブルク家のフェリペ2世の宮廷で少年時代を過ごし、スペイン王室の膨大な絵画コレクションに触れたルドルフ2世は、ウィーンで神聖ローマ皇帝として即位してから絵画収集に熱心になったのである。さらに、ウィーンのハプスブルク家宮廷に招聘されていたバルトロメウス・スプランヘル、アルチンボルドらに数々の作品を描かせた。また17世紀にスペインハプスブルク家領であったネーデルラント総督になったレオポルド・ヴィルヘルム大公はイタリアとフランドル絵画の大コレクションを作り上げた。中でも大公は英国王チャールズ一世の処刑後に売りに出されたコレクションのうちベネツィア派の名作を手に入れた。イタリア絵画は初期ルネサンス期のものは少ないが、正期ルネサンス、マニエリスム、バロックの著名な画家の作品を中心に多数の名作が集まっている。3人の哲学者などが所蔵されているジョルジョーネをはじめ、ジョバンニ・ベリーニ、ティツィアーノ、ティントレット、ベロネーゼら16世紀ベネツィア派の収集は、特に名高いが、他にも、マンテーニャ、アントネロ・ダ・メッシーナ、ペルジーノ、ラファエロ、アンドレア・デル・サルト、コレッジョ、パルミジャニーノ、ブロンズィーノ、アルチンボルド、カラバッチョ、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロ、ベルナルド・ベロットらの傑作が知られている。美術館は、15世紀から17世紀フランドル絵画の収集でも、世界的に知られている。とりわけ12点を数えるピーテル・ブリューゲルの作品数は世界最大であり、子供の遊戯、雪中の狩人などの傑作が一室に集められている。ルーベンスの作品も約40点あり、世界有数のコレクションとして特筆に値する。その他、ヤン・ファン・エーク、ロヒール・ファンデル・ウェイデン、メムリンク、フーゴー・ファンデル・グース、ヘールトヘン、トット・シント・ヤンス、ヒエロニムス・ボス、ヨアヒム・パティニール、アンソニー・バンダイクらの数々の傑作、名作がある。ドイツは神聖ローマ帝国領であったので、ドイツのルネサンス絵画は多数の傑作がオーストリア・ハプスブルク家の宮廷に入った。巨匠、アルブレヒト・デュ・ラーの作品は皇帝マクシミリアン一世の肖像、1万人のキリスト教徒の殉教など画家を理解する上で欠かせない。極めて充実した収集である。加えて、クラナッハのユーディットをはじめ、ハンス・バルドゥング、ハンス・ホールバイン、アルト・トルファーなど主要な画家は、すべて代表的な作品が収蔵されている。17世紀のオランダ絵画は、数は多くないが、代表的な画家の名品が揃っている。中でも、ヨハネス・フェルメールの絵画芸術は、画家の代表作として、あまねく知られている。他に、自画像を含むレンブラントの優れた肖像画の収集や、フランス・ハルス、ヤンステーン、ヘラルト・テルボルフらの名品もある。スペイン絵画も数多くはないが、17世紀末までスペインが神聖ローマ帝国と同じハプスブルク家の統治下にあり、婚姻関係が続いていた関係で、ディエゴ・ベラスケスをはじめとする肖像画家の作品がマドリードからウィーンの宮廷に送られた。お見合い写真代わりに送られた一連のマルガリータ王女の肖像画は傑出しており、見逃せない。フランスと神聖ローマ帝国との数世紀にわたる敵対関係を反映して、フランス絵画はごく少ないが、プスさんの名作がある。ありがとうございます。